こちらに泉、神奈川のですね、ミニカナダのこちらに泉区ってありますね。泉イルワード、泉のとかですね。こちらが、US アーミーの近くのですね、綾瀬、ザマベースとかの近くにありますけれども、こちら、泉イルですね。泉イルワード、神奈川プレファクチャーのですね、泉イルワードっていうのは、こちら飲み込んだところに、口元飲み込んですぐのところにありますけど、こちらが泉イルワードらしいんですね、コピーをして。何かっていうの、オタワとかですね。まあ思い当たる節はないんですけど、こちらが泉イルって、なのでどうしてですね、まあ、なぜアフリカンジャパニーズと古いですね、もう日本名を得ていて、あと、インドネシアンジャパニーズがですね、例えば中谷美紀さんとかですね、深津絵里さんとか松田聖子さんっていうのはそちらの系統で、あのペールホワイトのですね、なんですけれども、なのでサウスチャイニーズ系をですね、それでそのですね、この2つのカナダのですねコピーっていうのが相当、その、まあ、こちらマウスのところ日産の、日産ファクトリーがあるところでですね、なんです。だから相当こちらにですね、まあ、こちらからこちらはあのベトミン、まあ、ベトミンジャパニーズが多いところですね、そちらにあのアフリカンジャパニーズとかインドネシアンジャパニーズで、あのこちらのサイクルショップの読売のテリトリーのですね、練馬ワード、大泉、ビッグイズミールとですね、こちらの板橋ワードのところですね、そちらのですね、アップにしたところがこちら練馬ワードの練馬、こちらが大泉にビッグイズミールになりますけれども、2016年12月、10月にですね、新座伸び止めで火災があったというふうに大々的に連日日本のどの局もですね、流したんですけど、当日私がその、こちらにですね着弾した画像をアップした日、その日